こんにちは、Pレジェンドの辻元です。今日はチンニングの順手と逆手の違いについて解説させていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、チンニングのトレーニング動画の解説になります。チンニングはですね、背中のトレーニングの中でも非常に負荷の強い、自重トレーニングになります。そして、このチンニングでもですね、いろいろやり方がありまして、その中でも一番基本的な順手ですね、順手で握るチンニングと逆手で握るチンニング、この違いについて今回は解説させていただきたいと思います。基本的に鍛えれる部位なんですけれども、広背筋と言われる逆三角形を作る、まず筋肉と、肩甲骨周りについている、僧帽筋という筋肉で、あとはですね、前腕、上腕二頭筋とか、腕の筋肉っていうのも、使われやすい種目になります。順手逆手で大きな違いっていうのは、正直なところないんですけれども、細かい部分ですね、ポイントが違ってきますので、今日はそういったところも参考にしていただければなと思います。では早速順手の方から行っていきたいと思います。じゃあ実際に行いながら説明させていただきます。手幅は肩幅よりも拳一つ分ぐらい開いた状態で握ります。で、握ったらですね、少し足を後ろに組んでいただいて、骨盤少し前傾姿勢で、体幹を固定します。このまま肩を少し落とした状態から上体を、引き上げていく。少し顔がね、バーから出るぐらいをイメージして、胸の上をバーに近づけてくるようなイメージで行っていくのが、チンニングの基本的なフォームになります。今のが、順手の、チンニングの解説になります。次に、逆手で行ってみます。逆手の場合も、手幅あるんですけれども、あまり広く握りすぎると肩の柔軟性ですね、肩を痛めてしまう可能性があるので、先ほどの順手よりはやや狭めに設定します。肩幅もしくは少し広めぐらいで握っていただいて、あとは順手と同様で足をちょっと後ろで固定して、骨盤を前傾させてそのまま引き上げていきます。胸をバーに近づけるようなイメージで引いていきます。今のが逆手で行うフォームなんですけれども、この2つのまず大きな違いですね。まず順手で握る、チンニングの場合ですね、動きとしたら、この肩関節がですね、内転といって、こういうふうに閉じる動きが、メインになります。ですので、広背筋の中でもですね、外側少し上部分の、刺激が強くなるというところが、この順手の、一番のポイントかなと思います。逆手の場合、肩関節がですね、こういうふうに、伸展する動作、肘をですね、後ろに持っていくような動作がメインに働きます。順手と比べると、持ってくるときに肘がですね、こうグッと曲がる動作が入るので、前腕と上腕二頭筋の関与が強くなる、腕の力が結構働きやすくなるという点と、肘が後ろに入るので、肩甲骨がですね、グッと関与しやすいので、広背筋のちょうど真ん中ぐらいの刺激っていうのも入れやすくなる、
まあ、そういった特徴があります。それぞれ鍛える部分っていうのは広背筋、僧帽筋っていうところは変わりはないんですけれども、まあ、逆手にすることによって肘の屈曲が入るので腕の関与が強くなるっていうところが大きな違いかなと思います。まあ、初心者の方であったりとか、まあ、チンニングこれからチャレンジしようという方は逆手でしていただくと結構上体を持ち上げやすくなりますので、そういった形で、まあ、逆手から取り入れていただくっていうこともいいかと思います。ということで、まあ、今日はですねチンニングの、まあ、順手と逆手の、まあ、違いについて解説をさせていただきました。チンニングはですね私自身も、まあ、背中のトレーニングの、際には、まあ、必ず入れる種目です。まあ、逆三角形をですね、構成する上で、まあ、この広背筋のね広がりをつけていくっていうのも、チンニングを行っていくと、まあ、強化されやすい種目になりますので、まあ、ぜひですね皆さんも今回の動画を参考にしていただいてチャレンジしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また、B レジェンドの公式サイトでもセール情報、新商品のご案内を行ってますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。